少なくなってきた坂本、ラジオの相手だ、ジェイスボールデイ。勝った後の涙がそれを物語ってるんじゃないですかね。なんかやっててよかったなって彼自身の中で思ったのかなと思いましたし、根本的にあるその読み合いの面白さみたいなところを突き詰めていった結果の強さだと思うんですよ。やっぱり強いなって純粋に、うん、尊敬できるプレイヤーになりましたね。もう20年以上経ってる、発売から経ってるゲームなんで、本当年齢とかもう本当幅広くて、いわゆる本当老若男女やってるゲームだと思うんで、そういう意味ではそれこそ20年前からやってるレジェンドもいるし、最近始めたっていうニューカマーもいるし、そんな人たちが全員で一緒の場で楽しめるイベントになってくれればいいなと思ってます。